神奈川県によりますと、駆除されたツキノワグマは伊勢原市小安地区で見つかり、体長およそ1メートル、体重30キロのメスだということです。伊勢原市内では今年9月から複数のツキノワグマが目撃されていて、先月には捕獲したクマを山へ返す学習放獣を行っていました。しかしその後も市内での目撃情報が相次ぐなどしたため、駆除を決定したということです。駆除されたクマは学術研究のため県の生命の星地球博物館に送られるということです。